ジャンプの世界に魅了された男たちがいます。より高く、よりスタイリッシュに、皆さんとその興奮を共有するために、危険の隣り合わせのジャンプのスキルを響き合う彼らもまた職人です。空飛ぶライダーを紹介しますよ。フリーステイルマウンテンバイク界の第一人者、そしてエアトリック賞のオリジネーターが設楽エリオラです。さあ、そして2人目は2016年世界ランキングチャンプの甘いマスクのドロンピア、キムリタリトモスが隠れてると思うんですけど、そして3人目、
ディフェンスからそういうそのチームのリズムを作ろうという話をしてるんですけど、まあ今日はなかなかそのディフェンスというところがうまく機能しなかったので、明日こそもうちょっといい試合ができればなと思います。ありがとうございます。そしてシーズン終盤ですけど、